フェデリコ二世ナポリ大学は、イタリア共和国南部の都市ナポリに位置する国立大学である。1224年に、ローマ皇帝フリードリヒ二世によって設立され、ヨーロッパ初の設立型大学として成立した。日本では単に、ナポリ大学と呼ばれることが多い。なお、フェデリコは設立者であるフリードリヒのイタリア語読みである。フェデリコ二世ナポリ大学は百二十四年に、 ローマ皇帝であり、シチリア王でもあったフリードリヒ2世によって、教皇の保護下で繁栄したボローニャ大学に対抗して、創設されることとなった。設立された当時は、高額な報酬を約束して、著名な教員を招き、多くの学生が学びに来るように学生に対しても多くの特権を与えた。一方で、大学は強力な国家統制のもとに置かれ、 大学の最高監督権は皇帝によって任命された国家のチャンセラーが有していたなど、大学が君主権力に完全に服属していたという点は、教員主体のパリ大学、学生主体のボローニャ大学と対照的である。もっとも当時のナポリ大学の中核を構成していたのは、ボローニャで学位を取得したシチリア王国出身の法学者たちであった。 ナポリ大学は設立された当初は成功せず、1231年には早くも医学部が閉鎖された。1253年には一度ナポリでの再建を諦め、全学部をサレルの大学に移して古い医学校に統合する試みがなされたが、これも失敗したため結局ナポリでの再建を目指すことになる。1258年にシチリア王マンフレーディによって、 ナポリに大学が戻されることとなったが、その際に医学校はされるのに残された。最終的には1266年、シチリア王、シャルル・ダンジューによる再建によって、ナポリ大学はようやく機能し始めるようになった。現在は13学部で構成されている。ありがとうございます。